皆さんこんにちは、キミクレシン歌の弟子と申します。今回は南くんぞうにクレチューブします。リーダーキミクレシン率いるクレの魅力を探る5人、その名もクレチューバー。5人が西へ東へ駆け回って集めた魅力をご紹介。我らクレチューバー。歌の弟子がやってきたのは安浦にある南くんぞう記念館です。山根さん、南くんぞうさんといえば人間国宝の前身の帝室技芸院にも選ばれた日本近代洋菓子に大きく貢献した画家なんですよね。もちろんそうです。よくご存知ですね。当然です。こちらが展示室ですか。山根さん、今回はどのような展示がされているんですか。はい、今回は南くんぞう記念館所蔵作品展と題して、当館が所蔵するコレクションの展示を行っています。時期によって入れ替わるんですよ。来るたびに違う絵が見られるということですね。前回展示がありましたマイベストウィミナミで投票の多かった作品の展示も行っています。マイベストオブミナミ、それってプロ野球のオールスターみたいなものですか。そうです。その上位の作品をご紹介いたします。皿の赤い絵付けと緑の葉、ビワのオレンジの3色が艶やかさを引き立てています。ビワの実も明るい部分と暗い部分で色の付け方を変えています。沈みゆく太陽が青さを増した空を黄色やオレンジ色に染めながら群青色の島影に消えていく様を捉えています。すべてが暗闇に包まれる直前の光と影が一体となった瞬間を切り取った作品です。山根さん、こちらは何ですか。はい、南くんぞう生誕140年を記念して作られた図録とポストカードになります。詳しい入手方法はテロップをご覧ください。わかりました。こちらの作品展は6月2日まで開かれています。ぜひお越しください。山根さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。現場からは以上です。歌の弟子ナイス。呉市下鎌狩町にある松濤園で春の茶会を開催します。春の訪れを感じさせる美しい島々を眺めながらゆったりとした時間を過ごしませんか。下鎌狩にぜひ来てくれ。今月は呉市ぬいぐるみボールチェーンと呉市ハンドタオルをセットで2名様にプレゼントします。詳しくは番組ホームページをご覧ください。次回も見てくれー。